ソルティートーク。はい、どうも、ソルティシャワーのギターのヒロです。今回は食べ物の話ということで、とりあえず自分が好きなものをちょっとね、語ってみようかなと思います。まず果物の梨、はい、そしてパスタ、そして鍋料理、そして寿司といったところなんですけれども、どうなんだろうね。結構ありますね。しかもすげえ一般的なのいっぱい出てきた。あ、確かに鍋とか寿司ってみんな好きだもんね。なんか梨とパスタ、そこは組み合わせなくてじゃないか梨パスタが食べたいわけじゃないからね。そんなケミストリー求めてないよなんでそこを合体させたよあ、でもこのメンバーのミカドは料理上手だけど、梨使ったパスタって案外美味しくできたりするのかな。あるんじゃないかな。洋梨とか使いそうは使いそうだけど、わかんない、調べてみるね今度。うん、ありがとういや、ありそう、確かに言われてみれば納得しちゃったよ今度は完全にこの順番で来るって、なんか梨とパスタがなんか組み合わさってるのかなと思っちゃって。勝手にパスタ、梨とパスタ、ちょっと変わったものないんですか、周りに。えって言われるけど好きみたいな。うん、ちょっと食べたことないんだけど食べてみたいやつでいいよ、食べてみたいやつでいいよ。そうそう、ちょっとグロテスクな足なんだけど、え、まあ映画が好きで、で羊たちの沈黙とか、はい、あ、まあだから脳みそ食べたいよね。うわー出た、ほら言ったもんだよもうピーしといてピー。あの、ね、どうした俊くん。あの食べられるやつですよね。まあ食べられるんじゃないの、料理とか、あの料理とかで出てくる脳みそってあるじゃないですか、中華料理とか。あるね、うんうん、ひよこだったりなんかワニとかね、なんかある、ね、サルとか、サルとかね、あるある。私高級料理だからね。そうか、そういうことか。そうだね、別に。そう、特にあの種族っていうの、うん、そこは問わずっていう、問わずってことだね、うん。あ、なるほどね。あとこの動画を見てる人に、なんかこの料理とかおすすめですよってなったらコメントしてほしいなと思うね。いいですね。みんなで食べに行っちゃうとかですか。行きましょう。まあメンバーみんながね興味持ったら行くのもあるよね、うん。あと食べ物について何か質問とかありますか。やっぱヒロらしいなというものは感じました。うんうんうん、すごい。まあ、シンプルなものなのかな、大体。そうだね。手軽に一応食べれるし、うんうん、こう一般的というか、うん、庶民的というか、そこら辺はやっぱすごくこう、なんか、ヒロのこう、真面目さというか、堅実さがすごくこう、出てる感じですね。じゃあこれを見てる。うわ、すごい。あ、はいはい。じゃあこれを。とはいもかぶるね。せーの、ヒロくんどうぞ。じゃあこれを見てるね、皆さんね。この回はこの辺で締めたいと思います。どうも、ソルティシャワーのミカドです。よろしくお願いします。今回は食べ物の話ということで、自分は、まあ、の食べ物作るのも好きだし食べるのも当然好きなんですけど、うん、まあちょっと今回好きな食べ物をねやっぱ話していこうかなと思いますわけですよ、うん、メデスマスですよ。マスわけですね、はい、ちなみに俺何が好きだと思う。カレーカレーはもう365日カレーでいいです。ほんと大好きです。だけどそれだけじゃないよ。お、ヒロ君は何だと思いますか。じゃあパスタは、うん、パスタ料理結構好きなんじゃないかなって気もするけど。あ、当たってますね。パスタも大好き、結構作るのでやっぱね好きですよね、パスタも作るのも。お、でもね最近ちょっとおえってなりながら食べたけど美味しかったものがあって、カエルの足を初めて食べたんですよ。あ、鶏肉っぽいとか聞いたことあるね。そう、ほんと鶏肉っぽくて美味しいんだけど、そのお店で足だけ出す、片足だけ出すとなんだこれってなるのね、うん、でも両足とかこう食べるとほんと丸々その形なしで出てきたりするわけですよ、うんうんうん、美味しいのは分かってんだけど食べるとやっぱ骨があるわけですね当然、うん、ああ、それが可愛いカエルちゃんの足なんですよ。まんまな感じ。そう、まんまなんです。美味しいんだけど手が出ないっていう、あれはねちょっと初めて経験しましたね。ちょっとねほぐして出てくれりゃいいんだけど。ちなみにああいう、まあ、ちょっとグロ料理に入るじゃないですか、うん、確かに食べたことある？そういうグロ料理。
実はあります。あるんだ。実はそのミッカルさんと同じカエルの足、骨盤ついてるやつ。ああ、いや、とも同じやつだと思う。ね、2本頼むぞとかでしょ。ええ、あれはね、ちょっとヒーローできれば食べてもらいたい。それが、みんなで行こう。みんなで行ってカエルの足を。だったら実際カエルを捕まえるところからやってみてもいいかもしれないけどね。そっから。食料ガエルを探すと結構大変だぞ。あ、結構繁殖してるみたいよ。その輸入してきたやつが昔。これ触れねえ。無理だ。ゲロゲロ泣いちゃうよ。一番好きな食べ物はカエルってことでいいかな。食べ物好きカエルじゃない。さっきの話と合わせるとカエルのパスタ、あのカレー添えみたいな感じですかね。だからなんで君はケミストリーが好きなんだ。汗混ぜるの好きなんだ。じゃあちょっと今度チャレンジしてみるか。売ってそうじゃないカエルって。そうだね、そういう企画もやってほしかったらコメントとかしてもらえたらね。それが声が大きかったらやる気持ちもこっちも高まるよ ね。できればしてほしいけど。まあ、それを作ってくれるミカルさんに実食するメンバーみたいな。あ、それやろう。じゃあ作るミカドで食べるシュン君でそれを撮影するヒロだね。いやいやいや、ヒロさんに言わないでください。みんなで食べましょう。みんなで仲良く食べましょうね。はい、そんな感じでみんなで食べるって決まりました。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。はい、ソルティーシャワーのシュンベースヒトです。はい、今回食べ物の話っていうことで、食べ物の話っていうとなんか料理思い浮かべると思うんですけど、うん、自分何肉が好きかなと思ったら、例えばコンビニのパンとかあるじゃないですか。あれを冷凍するの好きなんです。え？冷凍？冷凍するのが好きで。冷凍したのを食べるの？はい、そうなんです。あの甘いガリガリガリ？お、はい、そうなんです。わかる。わかりました。あの、いや、昔冷凍みかんとかなんか流行んなかった？冷凍みかんでしょ。うん。いや、そのノリな感じ。あの、例えばその柔らかいクッキー、カントリーマーム冷凍しましたみたいな。あ、それもなんかいい。あ、うん、うん、あ、おかしい。そんな感じのノリでなんか好きだったりしますね。じゃあ甘いお菓子、菓子パンだ。菓子パンをそう冷凍するのが好きですね。なんかクリームパンとか、なんかちょっといちごジャムパンみたいなやつの冷凍して食べるのがいいんだと思うじゃないですか。中にあんまり詰まってないやつ。あの食パン、ミニスナックゴールドってわかります？ミニスナックわかんないな。わかんないな。なんでしょう、あの円、あ、細いやつ、あの円になってる、なんかあの白いのでちょ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 ってなんでしょう、あのドーナツみたいなやつ。ドーナツを凍らすのも好きです。凍らすのが好きなんだよね。そうね、ガリガリってことだよね。人も好きはこうしないです。なんかそのなんとかゴールドに俺とヒロがあまりにもピンとこなさすぎて、なんかおーってなれない。これ聞いてくれてる人、多分反応する人、多分ちょいちょいといるかもしれないかな。同じ趣味の人いるかもしれない。ぜひコメントでさ、ね、していただければ、それも熱く一晩でも二晩でも語り合ってもらいましょう。ちなみにカントリーマームはちょっと温めて食べるのも美味しいっていうのは、あー、美味しいですよね。ありますね。どういう食べ物だっけ。もうなんか、あ、なんでしょう。あ、分かった分かった。あのちょっとふわふわとしたやつだ。ふわ、サクふわのやつだ。そうね、手作り風な、うん、やつだ。あー、分かった分かった。シュンプーは俺はね、ちょっとなんか、ええ、まあ、変わってるとは分かんないんだけど、なんかやっぱそういうちょっと発想がない、俺ごめんね、俺にはない発想の食べ物の、ね、麦茶にお砂糖入れたり。いやいや、麦茶に砂糖はあの自分のローカルのやつです。あ、地元ではみんな、地元みんなってわけじゃないですけど、なんかちっちゃい頃気づいたら、なんかあの甘いものが貴重な地域だったんで。そんなことはない。いやいや、ほんとほんとほんと、それでおもてなしをするっていう、あれでそう、麦茶、甘い麦茶を出すっていう、土地柄の、土地柄の、昔からのことね。そういうことなんです。いや、これ以上言うと、なんかまあそういうことね。あの、今のシュン君が生まれた時がじゃなくて、昔からのっていうことで、その昔からのっていう。それでこの間、地元のコンビニに入ったら、その甘い麦茶を売ってました。
売ってんだコンビニで。買ってきて。あ、じゃあ今度。市販されてる。うん、市販されてますね。うわ、飲みたい。買ってきて。あたす。凍らして失敗した話とかはないんだよね、多分ね。これはまずか。あります。カレーパン凍らせたら油固まっちゃうんでダメです。だってカレーって凍らせたり冷やすもんじゃないもんね。まあ今冷やしカレーとかあるけど。あのカレールー食べてる感じになるんでダメです。あ、そうかそうか。そうか。あ、じゃあそれをお鍋に入れて溶かせばカレーになるんだ。いや、二度ない。あ、そうか。やばい。じゃあ凍らしちゃダメなのはカレーパンと。はい、そういうことです。